それでは、ゆうのにゃさん、どうもです。カブさん、宇宙飛行士の古川さんは、今日26日の午後16時27分に、ロケットが打ち上げられていく予定ですよ。うん。それと、日本の月探査機の打ち上げはまた1日延びて28日に,日になったそうです。日本の延期は台風の影響みたいですね。なるほど。うん。どちらも成功するといいですね。そして、今予定通りに、 古川さんが宇宙に旅立っていきましたよ。うん。打ち上げは成功です。宇宙に半年住むそうですよえ。順調に行ってほしいですね。うん。とても未来ある話ですね。うん。あの、世界はこうやって、どんどん宇宙の方にね、あの話、なんだろう。ね未来ある話とかね、たくさん広がっていけばいいなって僕は思うんですよ。うん。もう世界中が協力してね、うん。ねそういったなんか戦争とかにそれ使ってないで。 ね、あの宇宙を見ていきましょう。って僕は思うんですけどね。うん。藤原馬子さんどうもです。かぶくお疲れ様です。え、全国高校野球のお話ですえ、慶応義塾高校側の凄まじい応援によりえ、仙台育英はアウェイな雰囲気になり、え6。大学でやるような応援のプレッシャーをえ。仙台育英の高校生にかけるのはかわいそうと、しんうえ心配の声が上がっているとか。 慶応が得点をすると、えー、応援団の大合唱が地鳴りのように響き 鳴り響き、仙台育英がアウトを取ると歓声が上がったそんな応援に対して仙台育英の監督は世間では慶応さんの応援がすごいとかすごすぎるとか言っていましたけど決勝戦では僕の耳には皆さんの応援の方が大きかったななんて本当に思っていました銀色のメダル銀色のメダルを持っている人はいないですからね本当に皆さんのおかげさまです え仙台育英の応援をしてくれた全国皆の元気玉をちゃんと受け取りましたということでした、うん、え全国高校野球が終わると夏も終わりかなあちょっと待ってこれは充電ですね「かぶくん毎日ありがとうまたねなるほどあのそういったことがあったんですねうんああ仙台育英の高校生にかわいそうとの声が上がったんですね ユー、うん、のヤさん、カブさん、昨日から日本でバスでのワールドカップが始まっていますけど、岸田さんも沖縄に見に行ったみたいですよ。うん、試合の前にボールのトスを上げたそうですよ。日本は初戦ドイツでしたけど、負けました、うん。日本は最終順位がアジア最上位になると、パリ行きが決まるそうです。次勝つといいですね。なるほど。うん、あのね バス,ケバスケはそんなに日本は強くないのかなねあの、あれですけど、身長が大事なんでしょうかね。うん。なるほど。ということらしいですよ。うん。そして、かぶさん。アフリカ前々の捕獲のバイトがあるらしいですよ。日給は8000円で、兼務地は小笠原諸島だそうですね。でも、強い寄生虫があるらしいですよえ。こんなバイトあるんですね。でも、かぶさんならやりそうですね。いや、これ、僕にとったら結構簡単ですね。 アフリカマイマイ。あれ、アフリカマイマイって聞いたことあるな。どんな感じだったかな。8000円か。うん。面白いですね。 うさ、えー、さんんんどうもです。さんこんにちは、えー。今回の原発の件も、えー、国内の LGBT の件もですが、今の日本人の政治家は自分の言葉で説明するのを逃げて、えー、時間が過ぎるのを待っている。うん、だから、中共のデたらめがまかり通るのです。えー、中共の、えー、原産があの 点線が台湾海峡で事故で沈没したらしいです。処理水問題よりもよほど中共が環境汚染に巻き起こしているのは間違いないです。ね、僕もそう思うんですけどね。うん。ちなみに核実験とかで、なんか海で核実験とか,なんかたまにやってる国ありますよね。あれって放射線とか普通に、それこそあの、福島原発の 処理水とは比べ物にならないくらいの,あの汚染とかされると思うんですけどこれ誰か詳しい方いますかねなんかそんな気もするんですけどねうん。 えー、マイク・バーティラさんどうもです。ぶくん、こんばんは。え先進国であるはずの欧州の人の理解がそんなに低いとは驚きです。うん、もっと科学的思考ができないのかな。いまだに汚染水等処理水の区別ができていないんでしょうねえ。そんなことを言い出したら、フランスの海洋への原発からのえトリチウムの放出量は、福島と比べ桁が3桁くらい違うんですよ。というこあ ですよということは、北クランスのカキ、えー、やムール貝はとっても危険ということになりますね。うん。欧州人もちょっとは自分の頭で考えてほしい。だって科学技術では、えー、先進国だと思っているんだろうしね。うん。中国の農産物なんで農薬漬けでもっと怖いよ。えベルリの友人にも向かって、え偽善とした態度で、えー、数値を示して教えてあげてください。日本政府もだらしない。 もっと怖い顔で語源を強めて、えー、国際社会に向かって発信したいといかん、きっししっかりしてよ、えー、原発保有国にトリチウムの、えー、放出量と濃度を開示させるくらいの要求をしてもいいと思うんだけどな、うんうんうん確かに。ね、これはいい機会だから太平洋で乱獲する中国漁船の一斉中止を要求してもいいし、そうすれば資源量も回復できる、えー、中国人民は、えー、真実を何も え知らないんだろうな、えー、地獄の沿岸が汚染されまくっていることをえ、中国の SNS での原発からの処理水放出に関する規制がかかっているようだし、うん、なるほど。 日本の政治家でも、未だに汚染水と呼ぶ輩がいるのには呆れる。それも、自己当時政権に当たって売、狼狽をしていた、右往左往していた連中がね、おまけにマスコミもリスク報道が先行するからいけないんですよ。それに福島の漁民の方は気の毒とは思いますが、左翼系の連中と一緒に汚染水放出反対と言っていると思います。なるほど。うん、これ、福島の漁民の方が、えー 戦して風評被害を出しているようなもんだからやめてほしいですね。これを機会に企業の中国離れを加速させてほしい。彼らが困ることをしないと絶え,え,えないんですよ、うん。中国人の日本での不買不,動産売不動産取得の禁止とか入国規制でもいいでしょう。スパイ防止法も必要でしょう。うん、もう中国からの インンバウンドに頼るのはやめましょう、うん、あの僕も環境省のデータを見たんですが、フランスの、その処理水かなまあ処理水ですよね。の排出量の方が、もう全然桁違いに多いんですよね。うん。これ見てきましたね。うん。だからこういっでもこれって日本の3ね、環境省ですよね。世界ではこういったデータって開示してないんでしょうかね。もっと世界とかで開示してあれば、あの、もっとこう、分かりやすかったりとかね。 すすると思うんですよね今の状況だと、なんか日本がなんか都合の医療に解釈してるんじゃないかってちょっと思われている部分があるので、できればこういうデータを世界,世界のね、第三者委員会がなんかがね、調査してると思うんですけどね、そのデータがあると思うんですけど、それがあればもっとね、あの、分かりやすく浸透してくるのかなって思うんですけど、都合の医療にやってる感じがありますね。だからフランスはね、なんかやっぱ中国寄りなんですよ、正直言うと。 うん。それはね、なんか、あの、感じてます。うん。えー、サラクレイさんどうもです。こんばんは。お天気観測、お疲れ様でした。インド庭にネズミがやってきたんですね、えー。ドラえもんが見たら気絶をしてしまいそうですね。ネズミは人にとって好みが分かれると思いますが、私は可愛いと思いますね。うん。愛らしさを感じます。可愛かったですよね。すごい、昨日、なんか可愛くて、ちょっとね、あの、そっとしておきましたね。ち結構、ちっちゃいネズミ、小ネズミで、 うん、あのなかなか珍しいなって思いました。うんえーっと こんばんは、三浦です。よろしくお願いします。カブ君、処理数に関してえ、ボーヤン君はどう思ってるんだろうかとちょっと考えました。えロシアの例がありますよね。アスリートでさえプーチンを支持するという、うん。国民全体が政府を支持するとなったら、中国だって、ボーヤン君だって、えボーヤン君は柔軟な心を持っていることを望みます。えグランプリシリーズ参加をお願いしますと。うん。これは、え、待って待って、え、 もしかして、そういう件とかで、選手がグランプリに辞退したりとかってあるんですかね一応、ジュニアグランプリの方ではね、出場がちゃんとあっ、ね、あの、中国の選手も出場があったんですけど、そういった件とかで、出場自体とか、に日本のところを辞めるとかっていうからが出始めたりするんでしょうかねうん。あの、まあ、国民も含めて、まあ、ちょっとでも、ま、政府の意思に沿わない人は、それが正論だったとしても、 排他されていくっていう恐ろしい文化っていうのがこういった国にはあると思うんで、うん、もし、ね、あの、なんだろう、あの、た正しいことを言っても、正しいことがほんねち、ちゃんと正しい知識があったとしてもあの、なんかそういった中国の政府だったり、ロシアとかは、ちょっとその、正しいことを正して言えない部分が、ちょっとあると思うんで、怖いですね、はい。うん ままたまた三浦ですえ今回、ボーヤン君はグランプリシリーズはフランスと中国だった。うん、日本じゃなかった。大丈夫ですね。あの僕、心配なのはあの、まあ、フランスと中国、これあ皮,肉な皮肉なんですけどもあの日本選手はこれ中国に行く選手ます、あ。宇野選手は中国じしなかったかな。ちょっとまあ、うん、大丈夫かなっていうのはあるんですけどね、うん。まあ何事もなきゃいいんですけど、また変なね旗とかなんか。 ね、なんかその試合会場とか、まあ、持ってく持って似なうと思うんですけどなんか会場とかになんか処理水道のコーントを変えたりとかするやからがいたりすると可能性もあるんでそういうやからはほんと、ね、あのやめてほしいなって思うんですけど可能性がゼロとも言いにくいですね。か、う、や、んえー、さん、神さんは東日本大震災が発生した日は 江戸川区の江戸川スポーツランドで練習をされていたんですね。震災により、首都圏でも11日はほぼ全ての路線で 終立、えー、運休となりましたが、かぶさんは自宅までその日のうちに帰宅できましたが、えー、首都圏では、えー、帰宅困難者がたくさん出てましたね。江戸川スポーツランドは都営新宿線の、えー、篠崎駅が最寄り駅で、千葉県市川市との、えー、県境に近い地域ですね。えー、2011年3月時点に関しては私はコンで携帯電話を持っていましたが、まだスマホではなくてガラケーの時代でした。 2010年4月から宮城県に住んで引っ越してから間もなく1年になろうとしていたときに震災に襲われましたね。うん。ああ、確かに、篠崎が一番近かった気がしますけど、うん。まあ、確かに、あの時がは混乱しましたね。混乱かなうん。ベルギーに関しては地下鉄のみ優先席の設定があるんですね。日本に関しては優先席エリアのつり革がオレンジなっていうことが多くて、ここは優先エリアで、 あることが一度目でわかりますでそして窓にはステッカーも貼られています。ちなみに、混雑時には点々を切ってくださいの混雑時の具体的な基準ですが、え満員電車並みの混雑のことを指しますえ。満員電車の状況でない限り、携帯電話の使用は可能という意味になります。日本では始発駅をえ発車した後の車掌の肉声アナウンサーはほぼ必ず携帯電話の使用マナーに関するアナウンスが流れますが、ベルギーでは えー、案内放送なりマナーに関する文言はございますか ベルギーで車内迷惑行為による苦情が発生することがあるんですね。日本に関しては状況によって喧嘩に発展するケースまでにあり、あの場合によっては非常停止ボタンが使われて、列車が緊急停止する騒ぎに発展することがあります。この場合は警察が現場に急行してくることもあります。日本に関しても注意せずに、他の号車に移動する人は多いですが、注意しているシーンを見かけたことが何回もあります。トラブルに発展する可能性もあるので、列車やバス内での携帯電話の ははすべきではありませんブルギーギリでは音を出さないように静かに過ごしたい方向けの号車が設定されている列車があるんですね。日本にはないサービスです。ちなみにこれは日本ではにしかないと思いますが、首都圏の多くの路線で弱冷房車の設定があります。あ、なんかありました、そういうのね。見たことがあったと思います。確かにあの乗客のあれでトラブルで。 たまに鉄道が止まったりよくして,ますしてましたね、日本ね。そういうことがあったと思います。うん えー、日本でも1人暮らしをしている人で休日に外出の予定がない場合にカーテンをすべて閉め切ってすっぽんぽんで過ごす人は一定数いるようです。男性の方が多いとされていますが女性でもいるらしいです、えー。開放感を味わうためというのが一番多い動機だそうです。日本はヌードビーチは存在しないため裸になっても問題ないエリアや温泉地やえ銭湯だけとなります。温泉に入りに行くことに関しては私は好きなんでこのエリアで服をすべて脱ぐことに関して 関してはは抵抗はほぼありません。タオルを使えば隠すことはできることと同性しかいない空間なんで話が全く違いますね近年は日本の夏の暑さが厳しとても厳しいんで、えー、もしも合法だったら服を塗りたいと願う人は日本にもいるかもしれませんね、えー、少しでも涼しくなるようにインナーも含めて服装をいろいろと工夫が必要になりますねうんあのー、カーテンを閉めていればすっぽんぽんで普通に過ごしてるっていう人は こっちはまあ普通な感じがちょっとしますね。別に一人暮らし関係なしに。うん。で、そういった、まあスポンポンまで出しながら、スポンポン、うん。<laughs> スポンポンってなんか言ってると素晴しいですよね。ねえ。まあでも、まあパンツ一丁とかはもう、まあまるで普通な感じがありますね。うん。あの、パンツ一丁とかだったら別にカーテンは閉めてなくても普通にね、やってる人いるし。うん。うん。 ああ、でも思い出しました。日本では確かにあんまりやってなかったかもしれないですね。ちょっとね。うん。いろいろ、なんか。 忘れてますね。今日の宮城県仙台市の最高気温は33度で予想通りでした。平年よりも少なくとも数度ほど高い気温になっています。お盆多すぎると最高気温が30度を下回る日が出てもおかしくないですが、お盆多すぎても毎日30度以上の日々が続いています。28日の月曜は最高気温が34度予報になってて、もしかすると猛暑日になるかもしれません。明らかに異常な暑さなっています。普通は放津海高気圧がね、この時期になると伸びてきて、 あのまあ、秋雨前線もちょっとずつ始まっていくんで、ちょっと今年はねうん変ですね、やっぱね。うん そして日本が世界から甘く見られていることがある理由の一つに核兵器を持っていない国だからという理由の可能性があるというのは確かにその通りかもしれませんね。ロシアは核兵器を持っているからおび腰になっているというのはなんとなく理解できます。中国が日本に対してこれだけ騒いでいる主たる理由は数少ない。 あの突っ込めるようなネタを利用して、日本を貶めているとしか言いようがないと思います。え中国から見ても、日本に対し突っ込めるの内容は、事実上、福島第一原発に関する話と、第二次世界大戦時の歴史問題に関することだけだと思います。え、中国では。 今回の処理水放出により、日本の水産物が全面禁輸の措置をしていますが、この措置を始めてから中国内では、塩の買い占めが起きるなど、混乱が起き始めているとのことです。海水を使った塩作りに影響が出ているという誤った認識が、あ こん,そんなこともなんか起きてるんですね。中国国内で広まっているそうです。塩塩あ、塩なるほど。中国人の人の中でも、日本に来たことがある方や、国際情勢に詳しい方に関しては、騙されていないそうです。日本に来て普通に日本の水産物を食べている方もいます。えこういう方は、中国よりも日本の食品の方が安全であることをきちんと理解しているということだと思います。従って、日本から伝えられていることが全く伝わっていないわけではないと思います。うん。 今回の件に関しては、私も中国に対して、 物申したいことはたくさんありますが、ここをあえてしばらくの間を泳がせているような形で様子を見るのが最善であると考えています。その上でデータを既にきちんと公開するなど、当たり前のことを今後も当たり前にしっかり行って、粛々とやるべきということが一番大切だと思います。また日本国内に国民においても、処理水の濃度が世界と比較して低いことなどの理解をしっかり深めて、今回の件を正しく理解し、毅然とした態度を持つことも 重要だと思います。日本がオロオロとした状態で一番嬉しくなるのは、中国だうれしくなるのはですね、中国だったと思うので中国の思うつぼにならないように毅然とすべきだと思います。それにしても中国政府の政治的安,安定を利用するために今回の有するの権を持ってくるとはとんだ言っちゃうもんですね。他の国も中国政府が発するプロパガンダに騙されることはないようにしてほしいです。地道に取り組むしかありません。うーん。 なるほどですね確かにね、うんあの。特にフランスがね、まあまあ、どちらかというとう中国寄りで、まあそのまあ、フランス、ベルギー、まあ、ちょっとあれですけども、まあ、フランスの、ね、テレビ局なんかでは、そのまあ、日本の、ね、悪事、うん、だから満州のことかな、の件、まあ、を結構、ね、ドキュメンタリーで流すんですよ。で、これちょっと言,この言っちゃうんですけども、びっくりしたのが、これ本当にあったのかどうかちょっと分かんないんですけど、だから日本人が満州で、 その中国人を捕らえて捕虜にしたりあの中国人をこう冷凍に固めたりとか,なんか医学的になんか利用したっていうドキュメンタリーが生々しく出てこれ見ちゃったんですよ。うん、結構日本も悪いことしてたなと思ってその時はね。うん、でそういったね結構日本の悪事のドキュメンタリーを流すんですよねフランス。うん で、これ僕、日本では見たことなかったんで、え、日本がそんな悪いことしたのと思って、その時はめちゃくちゃびっくりしました。もちろんね、あの、原発の、あ原,発でっ原,えー、と原爆かうんのこともね、よく、あの、 ドキュメンタリーで生々しくそれも出されて、日本では見たことがなかったような悲惨な映像っていうのが、より鮮明に出されることがあって、それについてはアメリカに対して悲惨を非難をする。あと、ベトナム戦争の枯れ反省とかもよく出るんですよね。うん。なので、アメリカはけしからん的な感じだったり、その日本の満州でやったことに対してもけしからんだったり、なんか日本がテストを爆破したりとかね、それで、ね、中国のせいにしたりとか、うん。 っていうのがなんかあって、それで結構なんかね、日本の悪事っていうのが時々ドキュメンタリーで流されてるんですよ。うん。それもあって、あれかもしれないですね。なんか、うん。っていうところも多分関係してる可能性はあるんですけども、うん、まあなんだろう。うん。まあ結構生々しい映像を出すので、うん。 そういったことがね、結構日本にいた時には知らなかったことが結構あったんで、いや、こんなこと日本やってたんだみたいなことがで、ね、たまにあるので、まあそういった部分もあるんでしょうかね。うん。ただ、今回の処理数に関しては結構間違って認識してる方かなり多いと思うんで、うん。うん。はい。 サナカヤさんも言ったです。えー、マザーズは最後んのコメントありがとうございます、えー。仙台市中心部に関しては公共交通機関が充実した面、えー、首都圏と同様に自家用車がなくても仙台市中心部と、えー、その隣接市町村だけで生活が完結できる場合ならば、えー可能、生活可能なケースが多く、車は必要な時だけレンタルするような感じで、にしても、 え、生活できる地域じゃないかと思っています。ただ、実際のところは、車社会となっている現状もありますね。路線バスの場合、列車とは異なり、え、荷物棚が設置されていないため、スーツケースを持った状況で乗車する場合は、なかなか大変ですよね。苦情を言ってくるように飛るんで困ってしまいますね。切符の買い方がわかんない人は、実は私と親戚の中でもいます。私に関しては、頻繁に公共交通機関を使うため、そのようなことはありませんが、親戚の方の中には、都市によって では、1年に1回もテストやバスに乗る機会がないというような方がいて、切符の買い方が分かんないと言っていました。かなり前の話ですが、その方と一緒に電車に乗る機会があったんですが、券売機の使い方が分かんないから操作をしてほしいと頼まれました。うん、一応、その際に購入の仕方も教えましたが、もしかするともう忘れてしまったかもしれません。うんまあ、結構ね、切符の購入はね、なかなか手こずったりはありますよ。うん まあこれは、ベルデーでもよくありますね。僕自身もね、まあ、結構戸惑うことあったりとか、うん、あるんで、うん、もっとシンプルになった方がいいのかなって思うんですけどね、うん。せっかく時代がね、もうテクノロジーが進んでるんだから、もっとシンプルにね、やってほしいなって思うんですけどね、まあ、テクノロジーが進んでるから、逆に悪いことする人も、あれかな、うん、悪事を働きやすくなってるんでしょうかね、今ね。うん